300年の歴史を誇るとされる風流の久々の復活に、地域の人も盛り上がったようです。みやき町の千里八幡宮で、秋の例大祭、方丈会が行われ、去年まで新型コロナの影響で中止となっていた風流が、4年ぶりに奉納されました。きっとみんなの顔を見るとまたやりたいというような顔をしているので、ずっと継承していくんじゃないかなと思っております。はい、千里八幡宮の方丈会は虫や動物など生き物を慈しむ伝統行事で、地元の人からは五穀豊穣を祈願する祭りとしても知られています。この祭りで目玉となるのが行列風流です。祭りが近くなると千里地区では毎日のように練習が行われていました。例年地元の6つの地区が持ち回りで行っていた風流ですが、去年まで3年間は新型コロナの影響で中止、今年が4年ぶりの奉納となります。よくしゃがむ時とかにちょっと転んでたりするので、ちょっとそこを頑張りたいと思います。成功できるようにミス一つなく、あとは見栄えよく。風流の総指揮を務める松崎康則さんも本番に向けて意気込みます。祭りに出る子どもたちとか、大人の方がどう打ってくれるか、祭りを踊ってくれるかなので、周り一生懸命声を出して、盛り上げて、さすがだなと思われたいなと思います。迎えた当日、伝統の衣装を身にまとい、およそ60人が太鼓や鐘などの音に合わせて風流を奉納しました。久しぶりだなとか、いいなって思っております。地域の祭りに参加することは中学入ってからもほとんどなくなったのでね。ちょっと目つぶって聞いてみたら、なんか楽しそうな音が聞こえたりしたから、それで楽しかった。楽しかった。ミスありませんでしたね。多くの見物客が訪れ、獅子舞に厄払いを受ける人の姿も見られました。やっぱり感激ですね。やっぱりみんな一緒に力を合わせてね、やるのはすごいなと思う。4年ぶりとなった行列風流。4年ぶりでとても観客の人が多くてですね、とても嬉しかったですね。僕の子供もまた出てるので、その子たちがずっと成長してずっと続いていけたらなと思っております。